の動画では引き継ぎ声優さんがすごいということで、先代の声優さんの凄さはもちろん、役を引き継がれた際のエピソードも交えてご紹介していきたいと思います。まずはこちらのキャラクター、ハンターハンターのゴン。ハンターハンターは過去2回アニメ化されているわけですが、その第1作で声優を務められたのがこの方、竹内純子さん。竹内純子さんといえば、ナルトの渦巻きナルトや、イエスプリキュア5のキュアルージュこと夏木凛、稲妻11シリーズの遠藤守といったキャラクターでもおなじみなんじゃないでしょうか。そして第2作目となるハンターハンターでゴンを担当されたのがこの方、ハン・メグミさん。オーディションでは100人を超す参加者の中からスタッフの満場一致で選ばれ、これがハン・メグミさんにとっての声優デビュー作ともなりました。そんなハン・メグミさんといえば、ちはやふるの花のすみれや、2019年版のフルーツバスケットのソウマモミジ、ワンピースのおたまといったキャラクターで知られるほか、機動戦士ガンダムではララを演じた声優ハン・ケイコさんの実のお子さんとしても知られています。そしてアニメハンターハンター第2作では、ゴンの母親代わりであるミトを、まさしくハン・メグミさんの実のお母さんであるハン・ケイコさんが演じられており、本当の親子共演だとも話題になりました。なおこのエピソードについては、声優界の親子声優、兄弟姉妹声優をまとめた動画でも触れておりますので、こちらもぜひぜひ合わせてご覧ください。はい、それでは今回この動画ではそれぞれのゴンを聞いてみたいと思うんですが、なんと第1作よりも前に制作されたパイロット版では、ポケモンのサトシでおなじみ松本梨香さんがゴンを演じられていたということで、今回は松本梨香さん、竹内純子さん、ハン・メグミさんお三方が演じるゴンを順に聞いてみたいと思います。やっと全部だ。うん。俺、釣り得意なんだよ。俺はゴン。俺は、親父の仕事がどんなものかやってみたくなったんだ。魔物が来るって言ってる。全部じゃないけど。それならあれじゃダメだよ。二人とも奴の気を引きつけてくれる？子供を捨ててでも続けたいと思う仕事なんだね。それだけすごい仕事なんだ。ハンターって。だってさ、このままオークションが終わればさ、旅団と戦わずに済むかもしれないし、クラピカはもう、旅団と戦っちゃダメな気がする。クラピカはそんなことしないよ。そうじゃなくて、クラピカの能力のこと聞いたときに、そう思ったんだ。もし本当に復讐だけを考えたなら、もっと別の能力にしてたと思うんだ。だってさ、本当に相手を殺そうと思ったら、あんな回りくどいやり方しないでしょ？ねえ、キルア。一つ気になったことがあるんだけど、プレイヤーって何百人もいるんでしょ？なのに俺たちが今まで取ってきたアイテムを全部カード化できたのって変じゃない？だって、指定ポケットのカード化限度枚数って B のランクでもたった30枚でしょ？俺たちより先に来た人たちがとっくに集めててもおかしくないのに。ねえ、この首飾り、触った者の呪いを解いてくれるんだよね。じゃあダメか。もしかして、あの村の人たちの病気って呪いじゃないのかな？って思ったから。はい、いかがでしょうか。ハン・メグミさん、小学生の頃に初めてお小遣いで買った漫画がハンターハンターとのことで、当然アニメも毎回見て、グッズも持っているほどの根っからのファンだったんだそう。がゆえに記者会見では思わず感極まって涙を流し、その後のインタビューでもまさに夢見心地だと語られています。続いてのキャラクターはこちら、忍たま乱太郎の山田伝蔵先生を1993年の放送開始当初より2015年まで演じられていたのが、そう、この方、大塚千香さん。大塚千香さんといえば、ゲゲゲの鬼太郎のネズミ男や、おいしんぼの貝原雄山といったキャラクターでもおなじみ。忍たま乱太郎原作者の天子総兵衛先生も大塚千香さんのファンだったことから、忍たまキャスト陣の中で唯一、天子先生の指名によりキャスティングされたことでも知られています。2015年に大塚千香さんがお亡くなりになられ、以来山田先生を引き継がれたのが、大塚千香さんの実の息子としても知られる、そう、この方、大塚明夫さん。ブラックジャックやブリーチの狂楽春水。そして大塚明夫さんといえば、二代目次元大介を引き継がれたことでも昨今話題になりましたよね。なお次元大介の引き継ぎエピソードに関しては、本シリーズパート6の方で取り上げておりますので、ぜひぜひ動画概要欄の再生リストからこちらも合わせてご覧ください。それでは親子で持ち役を引き継いだお二方の演技、お二方の演じる山田先生をここで聞いてみましょう。何か不都合なことでもありますかな？ん？ご苦労であった。そっちはどうだ？なんだ？さあ、早くここから離れるんだ！派手にやったの。今日は日差しが強いので、十分に水分を取るようにな。それにしても暑い。よし、今日はここまで。練習用具を片付けておくようにな。何？学園長先生が至急来てくれと？ちょっと休憩！お使い？はあ。そんな事務的な用事は小松田君にやらせてくださいよ！いや。多少ありましたが、
貴様、大事な密書を狙う敵の忍者だな。はい、その通りって、そんな簡単に白状して、お前それでも忍者か。はい、いかがでしょうか。大塚明夫さん、山田先生を演じるにあたってはこのように語られています。山田先生は似せてくださいと言われてます。似せようとすると父に会えます。これ以上の形見はおそらくこの世に存在しません。続きましてはこちらのキャラクター、テレビアニメポケットモンスターの大木戸博士を1997年放送の初代シリーズよりサンムーン第48話の大木戸校長に至るまで担当されていたのが、そうこの方、石塚雲翔さん。石塚雲翔さんといえば、ジョジョの老年期のジョセフ・ジョースター、バナナフィッシュのゴルツィネ、そしてワンピースではキザルを演じていらっしゃいました。なおキザルに関しては本シリーズパート5で触れていますので、こちらもぜひどうぞ。そしてそんな石塚雲翔さんからテレビアニメ版の大木戸博士を引き継がれたのがこの方、堀内健雄さん。堀内健雄さんといえば、不思議の海のナディアのサンソン、フルハウスのジェシー、ワンピースの金エモン、機動戦士ガンダムダブルゼータのマシマーセロといったキャラクターでおなじみの声優さんです。それではここでお二方の演じる大木戸博士を聞いてみましょう。ありゃプテラの化石じゃな。プテラの尻尾の先端はあんな風に尖っておるんじゃよ。ここにわしの教え子がおってな。ああ、久しぶりじゃな、佐竹くん。紹介しよう。彼は玉虫大学でわしのゼミを受けておった佐竹くんじゃ。すごい発見というから見せてやろうと思ってな。そう言わんと、ポケモンについての見聞を広めることもまたポケモンマスターへの道じゃ。これからこの森にいるポケモンたちを観察して回るぞ。このポケモンは何か知っておるかな？おお、そうじゃ。確かにゴー君はポケモンに詳しいの。それはもしかするとミュウかもしれんな。おお、サトシ。実は、わしの後輩が今日クチバシティに新たな研究所をオープンさせるんじゃ。で、そのオープニングセレモニーにサトシも誘おうと思ってな。もちろん行くじゃろ。はい、いかがでしょうか。なお堀内健雄さん、石塚さんの生前にもピカチュウの夏祭りをはじめとする機内上映作品におけるナレーションや、ポケットモンスターベストウィッシュのアララギパパ役などでポケットモンスターシリーズにご出演されていました。続いてのキャラクターはこちら、ドラえもんののびのび太を大変に長らく演じてこられたのはもちろんこの方、小原のり子さん。小原のり子さんといえば、ヤッターマンのドロンジョやアルプスの少女ハイジのペーター、未来少年コナンのコナンといったキャラクターでもおなじみ。そしてそんな未来少年コナンの収録中に生じた声帯の損傷により一時期代役を立てられたことがあり、その時期には丸山ひろ子さんが代役を務められました。そして2005年にはそんなドラえもん自体がリニューアルを迎え、のび太役は大原めぐみさんが引き継がれることに。大原めぐみさん、もともとは美容師として働いていましたが、結婚出産後に声優への転職を決意。ほどなくしてほとんど声優としての活動歴がない中でドラえもんのオーディションに受かったというすごい経歴の持ち主。なおこの大原めぐみさんのエピソードにつきましては、意外な資格や受賞経験を持つ声優さんをまとめたこちらの動画でもより詳しく取り上げておりますので、ご興味ございましたらぜひこちらもどうぞ。ちなみにですが、小原のり子さんは実は2代目のび太ということで、じゃあ1代目は誰なのかというと、一般的によく知られているドラえもんが放送されるよりもさらに前、わずか半年で放送が終了した今では幻とも歌われる日本テレビ版のドラえもんというのがありまして、そこでのび太を演じられていたのがこの方、太田芳子さん。秘密のアッコちゃんのアッコちゃんやジャングル大帝のレオでおなじみの声優さんです。ということで、せっかくですからこの動画では太田芳子さん、小原のり子さん、丸山ひろ子さん、そして現在の大原めぐみさんと、それぞれの声優さんが演じるのび太を改めて聞いてみたいと思います。クラブがごめんね、スネオくん。変なの、急に怒り出したりして。でも大丈夫さ、いざとなったらきっと何とかしてくれるさ。いつもそうなんだからね。いいもの手に入ったなぁ。やっほー、どこへ行こうかな。時間がないんだ、早く決めなきゃ。どうしたのドラえもん。そんな素晴らしいパスなら6時まで使おうよ。ドラえもん、ねえ早く行こうよ。また誰かに先を越されちゃうよ。力があればいいってもんじゃないよ。冒険がしたいんだ。静香ちゃんも呼ぼうか。絶対ダメ、僕は冒険がしたいんだ。簡単に宝物を手に入れるなんてつまんないよ。海賊かなんか出ないかな。だったら嵐でも来ないかな。ねえ、ジャイアンたちに海賊になってもらうのはどう。僕にいいアイデアが浮かんだんだ。長い間お世話になりました。もう帰らないもんねーだ。ペット大臣だって、ドラえもんまで僕をバカにして。そうだ、これを使ってみんなをあっと言わせてやろう。ドラえもん、は
早くこの中に隠れて。いいって言うまで出てきちゃダメだよ。ダメじゃないか、勝手に出てきたら。ドラえもん出てこいよ。はい、いかがでしょうか。大原めぐみさん、最初の頃は全てのセリフに力が入ってしまい、のび太を演じるにあたっては力の抜き方や緩急のつけ方で悩むことも多かったといいます。そこから10年ほどしてようやく声が安定してきたと大原のり子さんにそう語られると、大原さんから、いきなり重い役をやるから大変だったでしょう、でも10年続けてこられたら本物よと激励の言葉をもらえたんだそうで、その際には思わず感極まり涙をこぼされたといいます。以上、今回はここまで。当チャンネルではこういった引き継ぎ大役声優さんに関するエピソードをまとめていますので、動画概要欄再生リストからどうぞ。ぜひぜひチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。